休憩前に引き続き会議を再開いたします次に一番横田徹議員はい議長 横横田田はい1番横田徹ですまず今回の質問に先立ち、えー、先日、臨時会におきましては、私の府中によるけがで、えー、松葉杖状態で、皆様に大変ご迷惑をおかけしましたこと、改めて、えー、お詫び申し上げます。と、ともにあの皆様の温かい心遣いで、えー、議場まで上がってこれましたこと、 改めてお礼申し上げます。では、質問に入ります。今回、大きく2つ質問を通告しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、統一的な基準による地方公開計の活用についてお伺いいたします。令和元年8月、総務省統一的な基準による地方公開計マニュアルが改定されました。 地方公共団体の厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、住民に対する説明責任をより適切に果たすとともに、財政の効率化、適正化を図るため、現金主義、短式募金による予算決算制度を補完するものとして、財務書類、貸借対象表、行政コスト計算書、 純資産変動計算書および資金収支計算書の開示が推進されております。発生主義、複式簿記を採用することで、現金主義、単式簿記だけでは見えにくい減価償却費、退職金、手当金といったコスト情報、資産、負債といったストック情報の把握が可能になります。 また、発生主義、複式簿記による財務書類を作成し、開示することにより、減価償却費等を含むコスト情報、ストック情報が見える化され、市民や議会への説明責任をより適切に果たすとともに、財政マネジメントへ活用していくことが期待できます。さらに 統一的な基準では、固定資産台帳の整備を前提としているため、資産の情報を網羅的に把握することにより、公共施設マネジメントへの活用も期待されます。当市でも、このマニュアルに沿って、財務書類を作成し、年度末に議会への報告、市民への公表を行っておりますが、 財務書類が現金主義、短式簿による予算制度を保管するものであることを踏まえると、前年度の決算をもとに作成される財務書類は、年末までに作成し、次年度の予算編成に参考資料として活用すべきと考えます。以上のことから、予算編成に間に合わせるため、今以上に 早期の作成はできないものか、また、年度末に作成終了している現状では、どのように活用しているのか、さらに今後、財源不足が想定される中、財務書類をどのように活用していくのか、お伺いいたします。総務 横田議員のご質問にお答えいたします議員から丁寧にご説明ありましたとおり市では市民や議会への財政状況の開示や予算編成などの政策決定の際に歳入・歳出の現金主義の決算書を保管するものとして貸借対象表などの財務書類を作成しておりますまず作成時期についてお答えいたします財務書類は 前年度決算データをもとに作成するので、まずは短式簿記の従来の決算を取りまとめることが優先となります。また、市の一般会計、特別会計だけでなく、上総地方広域市町村県事務組合や、茨城県後期高齢者医療広域連合など、市が構成団体となっている一部事務組合や広域連合の財務書類も連結して作成いたします。 そういったことから、水道整理期間終了後、早期に作成できるものではございません。なお、一部の外部団体の財務書類が年末の提出となることから、連結した財務書類の作成が1月になってしまい、議会への説明や市民への公表が年度末になっております。そう申しましても、前年度の決算のデータを次の予算編成に生かすという趣旨からいたしますと、 やはり年内の作成終了が望ましいと考えております外部団体にはそういったことを説明しながら早期作成の要望を行ってまいります次に現在の活用状況についてお答えいたします今年度令和3年度予算編成の際には令和元年度の財務書類の作成が間に合っていないため1年前の平成30年度の財務書類の分析を参考にしております 一例といたしまして財務書類を分析し住民1人当たり負債額の指標を確認すると県内同規模の自治体と比較いたしますと本市は高い傾向にあり,ありますこれは単年度の負担を軽減するために地方債を積極的に活用することにより財政負担の平準化を図るようにしているためでございます財務書類の分析結果につきましてはこういった形で事業を進めていく上での 財源選択の判断など、予算編成に生かしております。さらに、今後の活用についてでございますが、財務書類は予算編成だけでなく、インフラの統廃合などの資産管理や、建築物を新築した際の使用量などの市民負担額の検討や、行政評価などにも活用は可能でございます。地方公開系マニュアルにも、先進自治体の活用例も掲載されてございますので、 健全な財政運営を継続し続けるためにもそれらを参考にしながら活用方法を探ってまいりたいと考えております以上でございますはい議長横田徹議員はい活用状況今後の活用方法さらに作成時期を早めるための課題については承知しましたがその課題を 克服ししし予算編成に間に間合わせることとをぜひ目指してほいと思い思ます財政・財務に関しては、現行の決算書のみでは不十分で、資産・負債も含めた発生主義の財務書類で保管することにより、市民への説明責任を果たせるものと考えております。そこで 市民へ対すする説明責任といいう観点で再質問いたします財務書類は市のホームページで公表されておりますが、単に結果を表示しているにすぎず、それを見ただけでは市民が財政状況を理解するのは極めて難しい状況です。これでは残念ながら 市民に対して十分に説明責任を果たしているとは言えません。そのため、財務書類を分析し、指標を用いながら、将来世代に残る資産はあるか、将来世代と現世代の負担は適切か、財政に持続可能性はあるか、行政サービスは 効率的に提供されているか資産形成を行う余裕はどれくらいあるか、受益者負担の水準はどうなっているかなど、市民が知らなければならない事柄について、分かりやすく丁寧に説明をする責任があると考えます。以上のことから、統一的な基準による地方公開計を活用し、 市民へ対する説明責任を果たす観点から、財務書類の公表のあり方について、どのように考えているのか、お伺いいたします総務長。横田議員のご質,ご質問にお答えいたします。ままず財務状況につきましては ご質問のありました統一的な基準により作成した貸借対象表などの財務書類だけで説明すべきものではございませんので従来の決算の資料等を用いてこれまでも広報誌ホームページで丁寧に公表してまいりました今回ご指摘をいただいた財務書類の公表の在り方についてでございますが国と地方自治体ではさまざまな指標や計画策定状況などにつきまして 見える化を進めております財政についても見える化を進めておりまして国の統一様式で全自治体が財務書類に関する情報を総務省や茨城県のホームページで公表しておりますただ全国全国,全国全県の情報をまとめるのに時間がかかるため自治体で作成後1年以上経過しないと公表されないのが現状でございますまた これまで一部の情報は市のホームページにリンクをしておりませんでしたので、えー、今回のご質問をきっかけに本市の財政課のホームページにリンクし市民からも簡単にアクセスできるようにいたしますさらに年度末に公表予定の財務書類ですが財務書類のみの公表ではなくその財務書類の分析をした上でさまざまな指標が市としてどういう状況なのかという評価も含めて公表するように 見直しをしてまいります。今年度末からの見直しを目標にしておりますが、先ほどのご質問でも回答いたしましたように、どの指標をどのように示せば分かりやすく市民へ伝えられるのかという公表方法についても探ってまいります。以上でございます。はい、以上。横田徹議員。はい、えー、大変前向きな答弁ありがとうございました。 地方公開刑の目的は、財政の効率化、適正化、説明責任の履行、この2つです。当市では、財務書類は作る段階から活用する段階に入ってきていると思います。ぜひ、有効に活用していただくことをお願いし、1つ目の質問を終わります。